みんなこの日がやってきましたはい、今日も届きました。でかいな。はい、みんな大好きかなちょっといろいろありましたよね、うちにしてはねということで、テムということで、テムちゃんやってきました。11月、先月に続きにね、今月11月号ということで、テム11号なんかもうすごいね紐がついてるよ。今回はね、車関連ね、カーオブテムさあ、ギュッと開けました。じゃあまずね、どうなのか、あ、ちょっと待って、大丈夫かこれ、ほんとにまずでっかいやついっとこうか。でけえやつ、はい、これなんか、あ、ちょっと待って、ほんと大丈夫かこれ。赤好きやからさ、赤いの買ったんだけど、なんかちょっとね、どうかな、ちょっとね、うわこれはどうかな。はい、マットちゃん、後ろだね、後ろ、それとそのつなぎ目とそのフロントのね、あ、どうかな、これまだ後でつけてみるけどね、つけてはみるけどさ、どうなんだろうね、これフロアマットね、フロアマット、なんか一応滑り止めになってるね、これ後ろ、これ安いなどうなんだろうな、これは運転席ね、なんか運転席大丈夫かなとかね、ちょっとまあこれがフロアマット、赤いフロアマット、もう車の中も外も赤くしちゃえということでね、フロアマット置いときます。はい、で次にこれどうなんだろうね、これね、はい、これね、なんかね、曇り止めとかってなってて、ちょっと どうなのこれオイルフィルムクリーニングブラシ、ちょっと待って、どう使うか、まあこういうね、でもこれどうだろう、アメリカとかで売られてるのかな、なんか液体ついてますね、ちょっとこれまた後で使ってみたいと思いますね。はい、で、今日3点目はね、あ、ちょっと待って、なんか入ってる、入ってないね。はい、3点目はこれはね、これはもう分かる、今日はね早かったね、でも、はい、あ、すごいね、はい、ルームミラーのね、車のこのメインのミラーと、アンダーミラー、これどうなの、アンダーミラー、アンダーミラーと、あ、眩しい、アンダーミラーと取り外しができるんだね、お？こっち？なんかどうつけんの？どうつけんの？ちょっと待って、これこうなの？なんかね、なんやろ？なんかちょっと違うような気がすんねんけど、これこうか。なんか適当だね、なんかね、ちょっと待って、これはちょっとあかんぞ、なんかね、ここが当たんのよ、なんかちょっとなんかはちゃうぞこれこれはオッケーやけど、なんかね、これは違う、これマジで違うぞ、あ、こういうことか、あ、そういうことか、あ、落ちた、あー、そういうことか、いけた、
行けたんやけど入らへんぞ入らへんぞ。あ、入った入った入ったんやけど奥まで行かない。買った。これこういう風に入れるのよ。これこれね、こう入らへん。こうなってたんだもんだってね。反対でこれもう入るってことでしょ。硬いな、いや最後まで入らないよ。これでいいのか。入った。まあまあ、そなんていうの、梱包の加減でこっち向きになってるからこう入れるじゃん。じゃあ当たるのよこれね。当たるんだよ。だからこれを反対にして入れる。入った入った。ほんでこれをこうするどうだろうな。すごいな、すごいね。ほらすごいぞこれ。ほら後ろ映っちゃってるけどさ、すごくない。じゃあこれがね来ましたということで、じゃあとりあえずねちょっと今回はあとでつけるわ。つけた動画もねこの後いけますからね。使えるのかどうかね、はい、わからないですけど、はい、今回はちょっとこれ1個に刺して、1枚に刺して、今回はね、このフロアマットと、超角度がつくミラーと、これね映っちゃうな、反対向きにさせてもらうね、はい、まずはクリーニングね、油膜取りと超ワイドな、ね、安全、ルームミラーとフローマットね。じゃあこれずっと装着してみたいと思います。これもちょっと一回使ってみたいと思う。ただ分かんないんだよねこれいいのか悪いのか。はい、じゃあちょっと使ってみたいと思います。はい、というわけでね、フローマットね、まあまあ、滑らないね。結構滑らなくていいかも。で、これ助手席ね。で、後部はこういう形でね、はい、間に挟むような感じで意外といいかもね。さりげない赤かどうかわからない。あ、やっぱ滑るね。ちょっとねこれはちょっとね固定するか何かね、マジックテープでちょっとしないといけないかも。やっぱ危ないね。うん、これちょっとダメかもわからんね。ちょっと運転席はちょっとまだねいろいろ検証してみたいと思います。はい、これちょっとね滑るな。何かこう固定できるようにしないといけないかもね、はい、と思います。で、ミラーに関してはこんな感じね、目線と一緒にするとこんな感じね。で、そうですね、前のねミラーと比べてまあちょっとね奥に見えるからいいかな。近く見えないんでねいいかもな。ちょっともうちょっと上かな。はい、で、サイドはね本当にこのこっち側が見れるっていうね感じでいいんじゃないですか。で向こうはそのなんていうの、助手席のちょうどこの辺りね、この辺りが見えるっていう、ね、いいかもかね。もうこう調整すればまだねちょっといけるのでこの、ね、いいね。下はねどうなんだろう、どこ見るなんかね助手席を見るらしいです。あ、後部座席ね、子供を見るという、まあ見れてるからね いるのかなちょっと若干広角っぽいね。うん、これも十分かなと思う。これは使えると思うんですね、はい、あとはもうこれはずれてくるとかなければ。で、意外とその取れることは一緒ですね多分。前回これぐらい、あ一緒ぐらいだねサイズ的に前のやつとね。はい、どうでしょうか。前のドライブレコーダーね、あドライブレコーダーじゃないミラーね、まあ、これ基本的に見てないですからね、うん、でこれもピッと後ろにね持っていけるから、まあ、調整いいんじゃないでしょうか。はい、
お題はこれなんですけど、ブチュッと押して出すんですけど、スポンジが取れました。で、なんというかこう、ホットボンドでつけてあるっていうね、だけで、どうなんだろうね。効果はまあまたちょっとね、今すぐはわからないんですけど、はい、ということでね。効果は正直わかんない。わかんないんですけど、作りがね、やっぱりかという感じがしております。まあこれまたちょっと補修して使ってはみると思いますので、はい、ホットモードでね、はい、ということで今回はどうだろうね。マットはちょっとね、そのままじゃちょっと危ないので、ちょっとなんかちょっと工夫をしてみたいと思います。はい、何かね、穴があるのでそこにこう巻きつけるような感じとかね、ちょっといろいろ考えてみます。はい、で、ミラーは悪くないと思います。ミラーはね、はい、でこれはちょっと効果がわからないけど、その作りがやっぱちょっと外れるよなっていうので、いうとこですね。はい、ということで今回のテーマ以上でございます。